どうも、ベタです。パーサカーやっていきたいと思います。はい、本日は、聖火第一高校でディフェンダー作っていきたいと思います。そして、まあ、今回はリクエストなんですけども、回答キットを聖火第一高校でも使ってほしいと言われましたので、使っていきたいと思います。まあ、先人谷高校、聖来川学園、ね、臨床が足らない高校で使うと、すごい強かった。で、まあ、聖火第一高校では、前目の選手を作るとディフェンスには振らないので、自分的にはちょっと臨床余っちゃってたんで、前目の選手はちょっと厳しいです。ですが、後ろ目の選手、臨床必要なスピードとディフェンスを上げるディフェンダーは結構使えるのかなと思って、今回のリクエストを答えていきたいと思います。で、まあ、臨床稼げるということで、今回はテクニック2枚と彼女3枚、そしてキットでいきたいと思います。ちょっとね、今回、キット入れて、彼女3枚で、ね、テクニック2枚。ということで、ちょっと厳しいと思います。ターンの管理が厳しくなってて、そこまで稼げないと思いますが、やってみたいと思います。で、アイテムの方は、パワードリとお守り持ち込んでおります。では、やっていきましょう。とりあえずは彼女の評価を上げていきたいんですけども、いないので、コーチの評価を上げていきまーす。で、今回はマッチアップしっかりと取っていきたいです。はい。回答キット、いいですね。で、回答キットは彼女と一緒に出てこないんで、ちょっと残念な感じですね。はい。どうしよう。アイハラ行こうか、練習。やめん。アイハラ行こう。はい。で、アイハラ、自己紹介。さあ、どんどんさっさとアイハラを上げていきましょう。で、基本的にもうアイハラとキドリをパパッと上げちゃって、それ以外を上げていくって感じにします。キドリちゃん、これでもう告白きますね。はい、いいでしょう。お、静森ちゃん行きました。気にするなよ。まあ、静森ちゃんは、セクニの遊ぶイベントで、評価を上げていこうと思ってるので、セク1は触れずに行きます。それよりかやらないといけないことがいっぱいあるんで、と思ったけど、まあ、一回コーチ来ます。コーチ行きましょう。アイハラ練習に来てください。お願いします。アイハラが練習に来ないとちょっと話が進まないんで、お願いします。で、まあこんなもんかな。タックはきつい。で、3回行きましょう。はい、行きまーす。で、回答キットもちょっとは踏んでいこうかなとは思っております。はい、アイハラ練習後イベント来てください。ナイスです。お、ラブパ。あ、早えな。この子早え。技術もらっておきます。はい。ちょっと早いなぁ。静森ちゃんもう行っちゃったからなぁ。では、とりあえず、相原行きまーす。はい、いいですね。で、あとはコーチ踏んでいきたい。コーチがいないときに、キットを踏めたらいいかなとは思います。キット行きましょう。さあ来い。さあ来い。ナイス。で、まだ評価低いんで回答にしときます。あ、いいね。オール58。これが強え。で、送っていくよ。俺と付き合ってよ。お願いします。で、コーチいてください。コーチ。で、キットもコーチもいないので、これはさすがにコーチを追いましょう。コーチ追っていきます。で、キットを何回踏めるかによってすごい、コミットがバラバラになってくるんですけども、そこはちょっと賭けですね。難しい。で、まさかの相原、もう告白来ちゃいました。いい感じになってますね。ありがたい。で、コナン君のイベント進みましたということで、コーチいない。なので、回答キットをもう一回狙いましょうか。来てください。お願いします。キットちゃん、お願い。おー、来た。で、まだ評価足りない。回答行こう。あー、失敗。まあいい。まあいい、まあいい。まあ半分でも来てくれたかも。来てくれたからありがたいね。で、コーチも行かないといけないね。さすがにコーチ行っておきましょう。コーチ遊ぶで行っておきます。はい。はい。ね、コーチ、練習に来てほしいな。これは便証もらっとこう。コーチ、いいね。練習後イベント来てください。お願いします。あー、来ない。マジで？これは便証もらっとこう。はい。便証を大量にもらってますね。うん、すごいことになってます。で、どうしよう、どうしよう。あとコーチ1回なんですよね。コーチ一回これ、いけるかな？行くしかないよね。行くしかない。さあ来い。練習後イベント。うん、いいね。いいよいいよ、いい感じに来てる。
今のは遊んでもよかったけど、評価を考えるならやっぱり違うんですね。そして、聖火第一ではかなり多い1204点。さすがって感じですね。キットのおかげです、完璧に。さあさあさあ、どんどん進めていきましょう。そして、キドリちゃん、静森ちゃんの告白もちゃちゃっと来てください。静森は早めに遊ぶコマンドは踏んでいこうかなと思っております。で、コーチも踏んでいきます。で、キットもさあと3回呼びたいんですけども、お願いします。パワー、スピード。スピードは30いきます。まあ、パワーは20いけるでしょう。いけるかな？わかんないけど。まあ、これぐらいは行ってください。お願いします。で、練習もある程度行くんですけども、5回ぐらいでいいかな。6回行きましょう。はい。敏捷ちょっと厳しい。202色。はい、行きましょう。もし、キットを踏めなかったら、もう敏捷厳しいからね。はい。で、コーチいるんで、コーチは行きましょう。練習後イベント来てください。うん、ナイスです。コーチいない時に静森の遊ぶコマンドしていきたいと思います。あー、怪盗キットいるな、キット行きたいけど、これはちょっとさすがに早めに呼びたいんで、静森ちゃん行きます。はい、いいですね、静森。お、ボレーシュート。いいね。これで、イベントは進んでる。で、ここでコーチいるかな？コーチいるならコーチ行きます。では、回復してコーチ行きましょう。はい、コーチ、練習後イベント来てください。ナイス。いいよ。静森ちゃん、告白ナイスです。ありがとうございます。俺のことが好きですか？はーい。キドリちゃんも早めにお願いします。いい感じにイベントは進んでくれてますね。あとはキドリの告白が来てくれれば問題ない。で、回答キット、行きたいところだ。ですが、これはコーチ優先ですね。コーチ行きましょう。練習後イベント来てください。ナイスです。マッチアップ。いいでしょう。で、コナンくん。壁人形の。はい、これで壁人形の方は一応終了でいいのかな。で、コナンくん。壁人形、どれ選ぼう。敏捷は結構もらえてるはずなんですよね。まあでもこれ、全部同じっぽいんだよな。鍵当番の。部員。はい。やる気ください。あれ、やる気上がらないか。残念。で、コーチ、行こうか。もう一回ぐらい踏んどいた方がいいよね。コーチはできるだけ踏んだ方がいい。行きましょう。練習後イベント来てください。お願いします。あー、来ない。渋いね。ちょっと渋い。で、そろそろ、コナン君。お、やる気上がった。いいね。で、これは、いないので、デート行きましょう。いない時にデートは進めておきます。で、敏捷もらっておこうかな。敏捷そんないらないんだけどな。まあでも、ね、敏捷はしっかりともらっていかないと、後で足らなかったらダメなんで、敏捷もらっておきます。はい。相原。で、卒業ソング。いいですね。で、キドリちゃん、評価足りない？もしかして。もしかして足りてない？足りてるよね。来てほしい。で、コーチいる？わー、コナン君とコーチか。これは行くしかないね。で、シュート力は来るな。で、コーチ。で、マッチアップ今どれぐらい？マッチアップが今3。あと2はマッチアップ行きましょう。はい。コーチ来てください。コナン君、決定力。あー、コーチ来なかった。で、お断りする。ナイス精神。で、どうしようか。キット行きましょう。コナン君とキットってなかなかな二人ですね。はい。では、パワーも OK ですね。あとは、敏捷稼いで練習すれば OK です。はい。コナン君。では、キット。お、来ましたね。3回目。3回目来ました。もう一回回答にしとこうか。はい、ナイスよっ。これで敏捷足りました。いいっすね。コナン君、2回目。で、これは、パワーシューターではなく、チェイサー取りに行きたいんで、チェイサーください。お願いします。小さいボール。あ。OK。いいよ。一応2回判定だった気がするんで。うん、2回判定。これでいいんだよね。うん、これでいい。で、うん。どうしようか。テクニック上げとこっか。テクニック上げときます。で、キットあと2回は踏みたいんで、ちょっと狙っていきたいね。で、どうしようか。相原行っちゃおうか。これはもう相原行っちゃっていいよね。相原行っちゃいます。
で、技術もらっといた方がいいよね。ここ筋力じゃないよね。筋力じゃないね。技術もらっておきます。はい。で、嬉しいけど。はい、いいですね。で、おー、キドリちゃんが来ねえ。キドリが来てほしいんだけどな。なんでスルーしたんだ。はい。で、コーチいたらコーチ踏んでおきましょう。いない。キッド行く？今3回踏んでる。4回目行こうか。キッドくん、来てください。お願いします。さあ来い。あー、来ない。コーチ、コーチ行きましょう。はい。はい、マッチアップ。あと1回マッチアップ行かないといけないね。で、どうしよっかなぁ。キッド行ってもいいけどなぁ。デートがあと13回あるんですよね。早めに終わらせとかないといけない。いや、ここはデート行きます。相原、行きましょう。はい。俺なら大丈夫だよ。はい、いいですね。で、キトリちゃん、早めに告白お願いします。で、経験点2230。招き猫持ち込みなしで、これはすごいね。さすがキット。ありがとうございます。で、これで、結構実績稼げてる。いい感じに回れてますね。いや、この調子で来てください。そして、キドリちゃん、早めに告白お願いします。ディフェンスは30上げます。で、敏捷は350。うん。で、精神は、320。うん。敏捷はな、どうだろうな。休まない。で、スピードはいかない。ロングスローは取ってもいいけどな。敏捷はもうちょい行こうか。はい、これでいきます。これでいきましょう。さあ。さあさあさあ。相原、サッカーが上手くなりたい。最低強星来い。強星はダメ。強星以外で、あ、来た。なんで最低強星来いなんか言ったんだろう。違いますね。でもこれはありがたい。かなりありがたい。ディフェンス打っておきます。ディフェンス30打っておきましょう。いけるかな？いけますね。ありがとうございます。で、もうあれなんで B にしておきます。で、コーチ行くのもありなんですが、回答キットか、行くのはありだけど、静森2回踏む、ちょっとこれで静森が2回踏むと、相原超えたら怖いんで、回答キット行っておきます。ワンチャン来てください。お願いします。来い、キット。あー、来ないか。で、コーチング。はい。あれ、コーチングもらえない。失敗でしたね。まあ、しょうがない。それはしょうがない。ではではでは、これ、静森ちゃん行っときます。はい、いいですね。いい子だ。で、相原の評価が上がる。そして、うん。キドリちゃん、早めに告白お願いしますね。コーチいたら、お、これはコナン君とキッドだから行こうか。決定力が来るなよ。決定力が来るな。お願い！キッド来てです。それと、技術、お、いいね。で、これは評価足りてるんで、探偵できます。あと1回キット来れます。なので来てください。お願いします。VS キット。で、これは筋力と、敏捷もらっておきましょう。うん。敏捷はしっかりともらっておきます。てか、余るね、このまま敏捷いっちゃうと。ちょっとやばいかも。お、キドリちゃんも来ましたね。ありがとうございます。はい。強い。普通に強い。で、コーチいたらコーチでもいいんだけどな。これ、ムックン。ムックン潰すのありだぞ。テクちょっと上げておきます。筋力は失敗したくない。で、敏捷足りてる。精神が足りない。精神が足りないので、キドリちゃんバンバン進めましょう。はい、キドリ行きまーす。でもこれ、あー、マジで。あー、これはちょっと行きたいかも。コナン君。奪還欲しいんだよな。コナン君、来ないかな？で、ワンチャン、キットも来てほしい。キットも来てほしい。コーチもありなんだけど、これは、お願いします。奪還。そして、お、奪還。そして、来ましたね。キット5回目です。ありがとうございます。探偵行っておきましょう。はい、ありがとうございます。これで全然足りましたね、精神も。多分。おっと？やる気下がっちゃったよ。じゃあ、こっからコーチばっか追おうかなと思っております。コーチと相原か。いや、相原じゃない。彼女か。
で、キドリちゃんを言いましょう。で、これは筋力もらっておきます。精神ではなく、ここは筋力もらっておきます。肩車する。はい、いいですね。このまま行くと、きっと2204点、合計もらえますね。すごい強い。ありがたい。まあでも、キットはもう見ないんで、行きませんが。キドリちゃん、2回行こう。キドリ。はい、いいですね。いい子だ。ちゃんと来てくれてる。ありがとうございます。で、もう一回キドリちゃん行きましょう。で、これどうしよう。精子もらうか。頑張れ。はい、いいよ。え、コーチ踏んでもいいんだよな。でもコーチ来ないから、キドリちゃん行きまーす。キドリ。はい、いいね。キドリちゃん3回目。キドリ3回、相原3回、静森1回かな。なので、まあ、いい感じには来てる。静森あと2回行ってもいいけど。で、これ、臨床もらっても、臨床溢れそうなんだよな、臨床もらっちゃうと。どうすっかな。精神で、タイエースのコツもらう？でも、ダッシュのコツないと、さすがに臨床は損すぎるんだよな。なので、現場に向かうで臨床余らせてもいいや。いいよ。いいよいいよ、しょうがない。うわ、はい、これでいきます。で、タックで、コーチいないね。コーチいないので、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 さあどうする？キドリ、もう一回、ちょっときついか、静森行きましょう。静森行きます。はい、静森ちゃん。はい、2回目。いいですね。で、いいね。お、相原、動きの秘訣を教えてほしい。はーい、いいでしょう。で、コーチいたらコーチ踏もうかな。コーチ行こうかな。さすがにちょっと評価低いね。コーチ行きまーす。で、マッチアップ取りに行こうか、最後。マッチアップ行きます。はい、来い。ナイスです。マッチアップ。いいですね。でー、デート行きたい。コーチでもいい。コーチ行こうか。さすがにコーチ行こうか。コーチ。で、何もらう？コーチで何もらおう。フェアプレイは2なんで、ボール出してもらっとこう。ボール出してもらいます。いただきます。おわ、くれなかった。さすがにこれはデート行っていきましょう。もうそろそろデート行っとかないと、うん、9回終わらせたかったんで、ここで。まあ、コーチでもいいんだけどな。コーチでもいいんだけどな。まあ、行きましょう。どうしよう。どうしよう、どうしよう。静森ちゃん行きます。はい、3回目終わりました。そしてこれはワンタッチもらっておきましょう。はい、いいですね。はい、相原。これで問題なく、行きましたね。で、経験点今どれぐらい出てるかな ?4000 ぐらい出てんじゃない？おぉ、4621。聖火第一高校ではありえない数字出てますね。やばいぞ。でも、イベントが進んでない。ムックン、前イベのイベントが進んでない、ムックン。しっかりと来てください、お願いします。これは強いなぁ。強いなぁ。あとイベの方は結構もう終わってんだけどな。ディフェンスは1上げます。で、テクニックはもう行きたくないんだよな。行く？テクニック行く？行っちゃおうか。S にしよう。で、休まない。コーチはいいや。どうする？試合経験点がコナン、ムックン、で、2人か。2人なんで146。ね、166ですね。で、自分は、どうしよっかなぁ。うん、どうすっか。キドリちゃんは、キドリちゃんは、鉄人の方行こうかな。鉄人の方行きます。で、静森はこのまま行くとして、相原も終わらせる計算でいいのかな？相原も終わらせる計算で行こうか。で、終わらせる計算、終わらせる計算。で、静森だけ終わらせない計算で行ってもいいけどな。これぐらい行こうか。うん。うん。うん、うん、うん、うん。行きましょう。では、行きます。あ、でもコーチ一回行く？ちょっと欲しいよね。はい、これで行きましょうか。
うん、いいよね。デートあと6回だから問題なくいけるはず。はい、コーチいたらコーチ見ましょう。はい、コーチ。で、マッチアップはもう5だもんね。ボール出してもらいに行きましょう。はい、コーチ行きまーす。はい。ナイス。ボールダッシュ。で、これは心配する。ありがとうございます。で、井戸端会議とか起こってほしくないけど、前別進んでください。そしてトリック来い。はい、怪我しにくさのコツありがとうございます。スタミナ30上げときます。まあ、テクニック10上げようか、まず。で、ディフェンスも上げときたいけど、まあ、とりあえずスタミナ、ある程度上げてからにします。うん。はい。スピードも上げちゃおう。スピード足りる？あ、まだ今の段階は足りないよね。とりあえずこういう感じでいって、最後調整していきましょう。で、ここで、コーチ今終わったんだよね。コーチ終わったからさ。あと、キドリちゃんとか進めていきましょう。とりあえずキドリちゃんいきます。はい、いい子だ。はい、いいね、いいね。この調子でキドリちゃん来てね。で、前べ進んで、前べ。前べ進め。前べ来い。あー、来ない。厳しいね。で、金徳が今、ゼロ。で、彼女さんの、そうだね、ゼロだね。コナンとムックンが来てないからね。え、結構厳しくね？まあ、キットは確定なんで、いいんですけど、はい。とりあえず、静森一回行こうか。静森行きます。はい、いいですね。4回目。で、前べ進め。前べ進んでくれ。進まない。おっと、苦しくなってきた。ドリンクではなく、招き猫持ち込みは良かったですね。では、キドリちゃん行きましょう。さあ、ここは失敗するなよ。ここ失敗したら結構痛いんで、失敗しないでください。スタミナ依存なんですけども、鉄人ください。コツ3でください、キドリちゃん。お願いします。来たのはいい子だ。さあ。さあ、おいで。さあ、来るんだ。お願い。ナイス。よー、いい子だ。で、これは、上で、まあ、上ですね。上でアシストのコツもらっておきましょう。静森がいるとコツがもらえるんでね。ありがとうございます。で、前上。コナン君、お願い。成功して。とりあえず、奪還をゲット、チェイサーをゲットですね。うん。あとは、ムックンのイベント。ムックンのイベント、あと3回残ってんじゃないかな。ちょっと厳しいぞ。で、あとは、相原行けば足りる感じだね。では、相原行きましょう。うん。相原行きます。乗り込んじゃえ。はい、乗り込み成功。いいんですね。前で、うわー、来ないか、ムックン。ムックン、来てください。で、さっきこれ、静森行こっか。静森行きます。静森行っちゃいまーす。はい。はい、いいですね。エースキラー、もらいました。で、前部来てください。お願いします。来い。よかったよかった。2回目。ナイス。いいよ。ラスト1回、ちゃんと怒ってください。お願いします。で、あと、相原1回なんですけども、あと、相原1回だけで、金徳の方は1,2,3なんで、あと相原1回だからこれテクニックいこうかな。ムックンやっちゃおうか。で、足りてますね。足りてる。なのでワンタッチ潰して、アシスト潰して、バックスピン潰していきましょう。さあ、パス感が欲しいです。ムックンください。お願いします。さあ、来い、ムックン。うん、技術76。まあいいでしょう。そして、ムックンが来てくれない。うん、ここは踏もうか。相原あと1回なんで、ここでコーチの評価上げとけば、いい感じになりそうです。はい。では、これは踏んじゃいます。で、コーチ、来てください。お願いします。プッスルーパス。で、コーチは来ない。残念です。ですが、いい感じには来てますね。しっかり前半後半行きましょう。はい、上げ終わりました。センターバックで、オフェンス E。ディフェンス A、パワー A、スピード A、テクニック A、スタミナ B となっております。では、これで試合やっていきましょう。
はい、終わりました。問題なく終わりましたね。さあさあさあ、最後締めにかかりましょう。そして井戸端会議は来ないでください。そしてムックンは成功してください。お願いします。本当にお願いします。いい選手ができているんだ。金髪でいきたいよ。はい、実績も問題なく稼げてる。はい、ムックン、あ、キドリちゃんまだある？断りする。ナイス精神。いいよ、いい感じに来てる。で、相原はまだ終わってないので、相原まだ終わってないよね。終わってないので相原行きましょうか。相原行きます。はい、来てくださいね。ナイス作戦、いいっすね。事務所のものだ。はい、で、ムックン来てください。お願いします。来ない、やばい、残り1ターンしかないぞ。ムックン頼んだぞ。ムックンマジで頼むわ。で、累計ここまで来てるってことはオフェンスまで上げれますね。ありがたい。で、どうしよっか。ここどうしよう。練習するしちゃう。チームプレイコツもらう。それでもいいんだけどね。コーチ行くのもありだけど、どうしよっか。いや、どうしよっかな。いや、コーチ行きましょうか。はい、コーチ行き、いや、フェアプレイなんかコツもらってなかったっけ。と、いや、2か、そんな下がらないな。いや、チームプレイもらいます。はい、いいですね。で、最後、ムックン来てくださいね。お願いします。で、最後、一応、実績も上げたんで、問題なくオフェンスまで触れるでしょう。触れるかな？触れるかな？触れる？触れない。触れないね。10にしておきます。はい、これでいきましょう。最後、ムックンが来てくれたらありがたいんだけどな。井戸端会議で起きたら困るな。お願いだ、来てくれ。頼むよ。はい、これでいきましょう。はい、この猛特訓を行う。サイ、はい、はい、サイってなんだ。はい、来てください。来い、ムックン。お、来た、成功して。あー、失敗か。まあ、しょうがないか、それは。失敗はしょうがないね。うん。ですが、特能的にはかなり取れてます。まあ、いいでしょう。で、技術稼がないといけないかな。技術と精神稼がないといけないかな。どうしよっかな。とりあえず取っていこうか。取っていって何が足らないか。石油船、チェイサー。臨床は多分ね、足りるんですよね。うん、後でダッシュとかも取らないといけないけど、臨床は多分足りる予定なんでいいです。なので、精神足りる？いや、精神技術だな。精神技術。はい。では、とりあえず、どっちだ？うん、精神行きましょう。はーい。いいですね。では、こっからタックとか、あー、来ないの？マジで？テクニックいっとこ。タック来てください、タック。全然来ねえ。コナン君。で、スカウトの評価ちょっと上げとかないといけないんで、まあ、ディフェンスいっとこうか。はい。最後やっぱちょっと伸び悩むな。やっぱ選手が、イベキャラが2人しかいないからね。はい。では、行きましょう。では、やってきまーす。はい。終わりました。問題なく勝てました。さあ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 。最後、1回。ムックンのコツが来てくれるとありがたいんだけどな。来ないかな。4連チャンで何も来ない。コツも、残念ながら来ないですね。まあ、しょうがないね。で、あと、筋力取れてないものは、チェイサーと、石器戦。まあ、後で結構くれるからね。まあ、敏将はね、余らせても大変なだけなんで、これは技術と精神もらいに行けばいいのかな。意外と、技術も稼げてましたって感じですね。はい。まあ、これ1ずつぐらい取っときましょう。で、どうすっか。突破力1取るか。余るもんね、多分余る予定。司令塔はあれですけども、突破力1取っときます。はい。
で、これで最後、練習して終わりかな。スカウトの評価を上げておきましょう。はい。いいですね。で、しっかり前半後半いきます。さすがに溢れないはず。はい、行きましょう。はい、終わりました。問題なく終わりました。はい。では、経験点いくら出てるかな？この後結構くれるんですね。彼女3人プラス、スカウトプラス、うん、キッド君。強いんですよね。きっと、とりあえず145、145をください。はい、スピースター、成功だよね。はい、いいですね。で、溢れないよね。さすがにあんなに削ったんで溢れない。はーい。いいですね。で、経験点1万超えてんじゃない？これ、もしかして。さあ、来い。おー、1万42点。聖華第一高校、テクニック固めせずに1万点はなかなか超えれないんですね。あと、オフェンス固めとか。うん。かなり強い。と、マジ強い。これはちょっと異常ですね、キッド君。この強さはやばい。で、ヘディングの赤寿司。で、接球戦カバーリング。守備反応は取っちゃおうか。さっき読みも取ろう。フリーキック、コーチング。あ、司令塔とか取りたいね。ちょっと先に振りすぎた。司令塔行きましょう。意外性カウンター、フェアプレイ、大一番、マリーシ。あー、取れない。で、ファーストゴール、ファーストゴール2なんだけどな。臨床意外と吐けたね。もうちょっと吐けないもんだと思ってた。どうしようかな。マーク外しは弱いんだよな、そうなると。こっちの方がいいよな。で、あとマリーシア途中出場とか、あー取れないか。途中出場だけにしとこう。マリーシアはちょっと、精神がしんどいね。で、この辺のものをチラチラ取っとけば、いい感じにはなるのではないでしょうか。うん。で、ちょっと余ったな。余ったけど、全然強いぞ、これ。決定力取らなかった。なんか取れる？取れないよね。あ、マリーシャ取れる。マリーシャの方がいいや。決定力はいらない。査定的には変わんないけど。どう？取れないよね。技術じゃ取れないよね。まあ、こんなもんってとこっすかね。うん。いいんじゃないっすか？なかなかいいんではないでしょうか？まあ、あと、まあ、ディフェンスとかコーチングいるし、まあ、精神がね、どうしてもやっぱ足らないっていうのはしょうがないとして、ハードワークも取りたかったけどね。まあ、精神が足らない。はい。では、これで行きましょうか。うん。さあ、査定的にいくらぐらいいったかな？ SSS 星2つ。3つ。もしかしたらって感じですね。はい。キットが強すぎた。まあ、パスカン、ねえ、残念ながら、パスカン、マジックパス失敗してしまったんで、それがちょっと痛いですかね。はい。では、育成完了していきます。さあ、SSS 星3つは行ってて、お願いします。まあ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 。まあまあ、そうですよね。パスカン成功してれば、盆栽、聖華第一高校でも、US、センターバックで狙いますね。いやー、全然いけるなぁ。まあ、始まる前は SS 星2つぐらいできたらいいかな、と思ってたのに、意外といけましたね。で、どこか更新できそうな感じがする。更新ですね。はい。あと、609。609でさらなる上にいけますね。あとはゴールキーパー作ればいい感じかな。はい。では本日はこれで終わらせていただきたいと思います。まあ、先人谷高校、聖来川学院に続きまして、聖華第一高校やりましたが、聖華第一高校のセンターバック、まあディフェンスですね。ディフェンスなら使うのはありと思います。残念ながら、まあ前の方で使ってしまうとディフェンス開けるのでちょっと効率は悪くはなってしまいますが、全然キットは強いと思います。なので、皆さん、ぜひとも45にはしてください。お願いします。では、また別の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さようなら。